こんにちは。今日はですね、こちら。はっ！じゃーん。最近の私の無印良品のおすすめと、新商品が出てたので、そちらも食べてみたいと思います。それでは、てけら。まず、超おすすめ。マンゴープリン。ちょっと作ったものがあるので、こちらです。プルプルでしょ？食感のプルプル具合と、甘みが本当に美味しいの。いただきます。プリンプリンした甘さじゃなくて、このマンゴーのね、甘みがここで生かされてるっていう感じなの。マンゴー好きにはたまらないデザートだと思う。バターチキンカレー。これは無印のカレーの中で一番私が好きな味です。作ったものこちらです。色がね、少し赤っぽくて、これはね、3種のトマトを使ってるかららしいです。なので酸味もありつつ、バターのコクもあって、しかも甘さもちょうどいいんですよ。私普段カレーを食べるとき甘口で食べるんだけど、その私にちょうどいいくらいの辛さになっています。チキンもレトルトとは思えない。柔らかくてとっても美味しいです。でん！ビビンバー！この中には具材とあとソースが入ってるんだけど、私はね、じゃん！こんな感じでネギを乗せて、卵の黄身を乗せて食べるのが大好きです。いただきまーす。もやしとかゼンマイ、きくらげ、牛肉とか、結構いろいろね、具材が入ってるんだけど、少しね、味付けが濃いめなんですよ。なので、これだけで食べるのも美味しいんだけど、私的には卵を入れて混ぜて食べると、ちょっとマイルドになって、より美味しくなります。そして次がですね、雑貨です。こちら、これがですね、ローションシートというもので、20個入ってます。化粧水とかを染み込ませて、パックとかに使えるものです。私はですね、皮膚科でパック用の化粧水的なものをもらってるので、それをこれに染み込ませて、染み込ませるとね、膨らんで、こう剥がれて、普通のパックみたいになるんですよ。すごく良くて使っています。こういうのね、薬局とかにもいろんなブランドから出てて売ってると思うんだけど、私がね、無印のを使っているわけは、染み込ませるとすごい綺麗に広がるんですよ。しっかり密着してくれるのでとってもおすすめです。修正テープ。これは私が学生だった時に使ってたものなんですけど、めちゃくちゃ修正しやすい。なんかさ、物によってはさ、なんか腫れてそうなガガガガガって音はしてんのに、なんかよれちゃったりとか、あとなんかうまくこう、紙につかなかったりとか、するものがあると思うんだけど、さっと軽く引いただけで、綺麗に修正されるんですよ。で、しかも、カートリッジもあるので、いつまでもね、使えちゃいます。これはね、新生活が始まったばっかりということで、ちょっと紹介してみようかなと思って買ってみました。そして続いてがですね、新商品を、でん、キャラメルのブールドネージュ。ブールドネージュは昔からあったんですけど、それのキャラメル味というのが新商品で出ました。で、ちょっとね、1袋あたり413キロカロリーと、結構お高めなんですよ。でも、すごく美味しいの。自分にね、ご褒美をあげたい時とかにいいと思います。ブールドネージュはただの真っ白だったんだけど、今回はなんかちょこちょこ茶色い色が混ざってます。いただきます。私これ普通の味より好きかもしれない。食べた瞬間にふわっとね、キャラメルの風味が広がるんだけど、程よいキャラメル感なので美味しいです。気持ちよい。じゃーん。大きいままの焼きチーズ。北海道産チェダーチーズを使っています。すっごい面白いチーズの香り。いただきます。上がチーズなんだけど、魚肉シートっていうのがね、くっついてるらしい。これはお酒のおつまみにぴったり。チーズのコクがすごい。はい、ということで今回はですね、無印良品の私のおすすめと新商品を紹介しました。ぜひ気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるので、ぜひ概要欄からフォローよろしくお願いします。ちなみに今回紹介した中での本当に一番おすすめはですね、マンゴープリンです。
それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。5月26日日曜日に私のイベントを行うことになりました。やったー。この動画の概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひそこのサイトからチェックしてみてください。